たかが仕事を終えるまで叔父上をお助けには行けぬな。ユナに話を聞いてみねば。助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始めるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことはあたわず、かの稲妻の獣を果たし当たう者あらば重則のみぞとて義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ること当たわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで最後の獣が発るほど雨雲を去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすみていで会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。
講師が言っていた橋。鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？死に人でした。古賀康平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくて忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡。急いで逃げたのか？古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先敵陣があるようだ。蒙古だ。隠れろ。
古賀の姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。たとえ生き延びたとしても、その後どうする。古賀は何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。母上は当時に来た時すら髪を下ろしてくださらなかったな。
古賀はここの葉を集めたのか。あれか、白い葉、稲妻で色が抜けたかのようだ。本当にありがとうございます。あのまま死ぬのかと思いました。恩に来ます。もう行け。どこかにかくまってもらえ。そんな場所ありません。猛虎はこの近くの辻で待ち伏せして通る者を捕らえてるんです。案ずることはないぞ。任せておけ。
もうだ。こんなスパトンジヤーチンゴどうしよう。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。得させるわけにはいかぬ。誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。Shut up!
あれが試合場に違いない。古賀は何をしておった？いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。おじ上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に試練一線を授かったぞ。その身で受けよう。から何も学んでおらぬようだな。それは違う。この場で見極めておる。技のみでは俺には勝てぬ。かような最後があろうか。対馬を守るためにのみ試練一線を使うとお主に誓おう。